年を重ねる上でどん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  TSC っていう勝ち負けの付加価値がついてきたから、学生もマジでこうやりたいし、どう倒すかっていうことを考えていくわけよ。だからある意味しっかり学生の方はしっかりオーガナイズされてきてて、ちゃんと一対一は絶対に生まれるし、そのむしろ一対一に引き込むのは俺ら側なわけで、じゃあストリートとして何を見せるっていうのはすごい大事な気がする。じゃあ、フルコートのシアトルをやりましょう。50ポイント聞いたことある。じゃあ半分半分両エンドに並んでください。ボールはそう、これは直ります。2分で久々だから、ね、答えが全然できない。ドライブに対して合わせを動くんだけど、合わせっていうかもうオフェンスリバウンド取りに行くガツガツ。そうすれば自動的にそれが合わせの動きになってくるから、絶対オフェンスリバウンド取りに行くっていうのをもうハードワークしてこっちでやってください。じゃあ1試合目なので気合い入れて T1T1 to see!
ちゃんと向き合え。お前ら去年も同じことやられてる。もうハンドラーここにいたら、ここのディフェンスは絶対こっちディレクションされて、ここ行かれるから大学生のトップレベルは閉じられる。ここ頑張れるよ。その中で見せなきゃいけないとこもあるだろうし、そこは意識してやってるか。松田14点3アシスト4リバウンドで、量がだって3ポイント 3P が8分の2でしょ。25%、ただ多分めちゃくちゃ悪いのはここなんだよ、量が 2P なんで、ね、36%やば、10本と36%やばい。しかもだってレイアップとかもあるでしょ。これやるとリバウンド取られる。そこバンバン終了でゲーム。はい、しょう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 。まあいろんなあのもあるけど、まあちょっと今日まあ直感的にこういろいろやってるけど、まあ、まあ当然レベルっていうかクオリティは低いよね。さっきまあまあみんなディフェンスからのトランジションもやったと思うし、逆にオフェンスからもやったと思うけど、まあ何も良くない。でやっぱこうやっぱりこう慣れ合ってオフェンスやったりディフェンスやっても何の練習もなんないから。もうちょっと真面目にちゃんとやらないとね。でまああとはコーラブリッカーも、まあ、このままじゃちょっと厳しい、まあ、まず体力がないし、体力がないし、あとバスケットのファンダメンタルに対して向き合いきれてないから、お前ら技術的にレベルアップするっていうのはよくわからないけど、もうでもそこしっかり向き合わないもったいない。 TSC が何のためにあるんだろう、しっかり考えないと。 TSC に向けて全然まだまだ。どんな部分がダメと。そもそも5対5になんかもうみんな完全にこうアジャストできてない。まあ TSC までもやっていくしかないし、まあ、毎週火曜は明星で練習できるし、そこでまあや、本
ことやっていくしかない。いや、もう分かんない。